ちゃこんにちは、豊さん。はい、はい、木曜日で振り返り、交流戦始まったな。はい、交流戦が始まって最初の、ドイツカード終わりました、今回は振り返る前にさ、言っときたいことがあって、振り返りももちろんするんだけど、なんか突発的なニュースがこうこの3日間多くてさ、それについても話したいし、例えば門倉のことで佐々木朗希の初勝利、奥川のナイスピッチングでまた勝ったというね、そういう話を含めてちょっとしたいと思います。また今日新たにショッキングなニュースも入ってきました。西武のコロナね、で今日試合をやるっていうような、広島も苦しいんだけどさ、突発的に西武がさ、源田壮亮が陽性ということで、濃厚接触者という疑いがある人間をベンチから外したらさ、ベンチ入り2人しかいないんだよね、野手がね、で、その中で試合やるのかなと思ったら、やってね、結果引き分けになったんだけどさ、4対4の、やっぱ大変だと思うよ、これからまた検査で。広島もそうだしね、ちょうどね、広島とのカードが2000延期になっていて、ようやく試合というところでこういう、また西武がどうなるかね、わからないという状況になったということ、またそういったことも含めて心配なニュースがたくさんありましたが、そうだね、では振り返りをしていきたいと思います、まず巨人対楽天、こちらは巨人の2勝1敗でした。そうだね、岡本をはじめ若手が躍動した 1、2戦だったんだよね、で楽天の方は岸則本を立てて1勝もできなかったという、どっちも勝てなかったという中で3戦目、滝中が好投して、勝つんだけどさ、投げ合ったピッチャーが横川、大阪桐蔭を出てね、素晴らしいものを持ってるし、ジャイアンツがピッチャーにちょっと苦しんでんだよね今ね、だから力になれればいいなっていうふうには見てた、負け投手にはなったけどね、だけどなんか将来性をすごく感じたピッチャーだったね、じゃあ若手の活躍がすごく目立った試合だったね、では次がヤクルト対日本ハム、こちらがヤクルトの2勝1敗、噂が先発してさ勝った試合なんだけど、さすがだなと思ったのが、神宮のマウンドってちょっと他のチームと違ってさ、ちょっとなだらかなんだよね、傾斜があんまりない分だけ、ちょっとボールが浮くのよ、高めに行くの、それを噂が本当に調整をし、よく頑張って1戦目取ったんだけどさ、2戦目以降のピッチャーを見てると、やっぱその調整がうまくいかずに、やっぱ高めに抜けるケースが多かったね、だから神宮のあまり使わない球場のマウンドというところで、やっぱ苦しんでた日本ハムの。ただその中で青木が日米通算2500本安打を打ったりだとか、山田がなんかちょっと復調してきたかなっていうような、そんな感じがするよね、奥川のことは後で話す、3戦目勝ったということでね、分かりました、では次 DeNA 対オリックスですね、これは DeNA の2勝1敗です、宮崎が打ったり外が爆発して、10点以上取ったら勝たないとねっていうような試合、そうですね、どの試合も負ける試合も10点取られてるし、勝ってる試合は10点以上取ってるし、もうすごく大味な野球、いいんだけどさ、ただそのオリックスの方から言うと、オリックスは DeNA をちょっと舐めてたかなっていう、ローテーションを編成し直したんだよね、いいピッチャーを次のカードのヤクルト戦に持っていってるわけ、だからそういうことをやるとさ、こういう結果も仕方ないかなっていうふうに思うよね、やっぱ DeNA の方は、打線は良くなってきたから、あとは投手陣がやっぱ整備してこれないとちょっと苦しいね、このままじゃ苦しい、勝ち越したけどね、では次です、中日対ソフトバンクは中日の2勝1分け、これはね俺謝らなきゃいけない、なんで中日の勝つイメージがなかったんだよ、やっぱソフトバンクは強いっていうイメージがあるから、交流戦で、で柳がやっぱ頑張ったね、初戦やっぱ柳はさ奪三振率も高いし、やっぱりピッチャーってコントロールだなっていうふうに思うよね、それとやっぱ抑えのマルティネスが抜けて又吉、これがいいね、だからみんなで頑張った勝ちだけど、
まあ、ソフトバンクの方から言うとやっぱちょっと研究不足かなっていう、うん、中日のポイントゲッターってやっぱり福田であったりビシエドであったり高橋周平なんだけど、まあ、そこら辺によく打たれてるということ、うん、まあそれと阿部の復調も大きかったなっていう、はい、その高橋周平の6番その高橋周平の後を打つバッター阿部がちょっと復調したっていうことが、うん、すごくこの、2勝1分けにすごく貢献したなという、はい、ただソフトバンクは打てない、はい、あの交流戦に入って、2割2分ぐらいチーム打率がね、はい、だからもう少しやっぱりこう8回9回のピッチャーがさ今不在なだけに、うん、やっぱ得点を取ってあげないとやっぱ苦しいだろうなっていうふうに思うね、はいはい、では次、はいはい、阪神対ロッテですね、はい、これはロッテが2勝1敗ですね、うん、はい、あの阪神はロッテに相性が良かったんだけどさ、うん、やっぱり、ね、初戦に岩貞が打たれて逆転をね、はい、うん、だそれからちょっと流れがこう変わっちゃったかなっていうのと、3戦目はアルカンタラっていうね新しいピッチャーが投げて、はい、好投はしてたんだけどやっぱ投手の交代時期を間違えたね。角中ってやっぱりいいバッターだしさ、はい、角中を3戦目迎えた時にピッチングコーチが行くんだよね、はい、その時に変えるかなと思ったら変えずに続投して同点打打たれて、うん、それからこう流れが変わっちゃったね。そういったことがすごくポイントになってですね、もうちょっとしたことがね、はい、だからすごく阪神にとっては逆に2勝1敗だったなっていうような気もするんだけど、だけどやっぱりロッテの底力かなっていうふうに思うし、うん、はい、またこの試合で佐々木朗希がプロ入り初勝利を挙げたんだよね、はい、甲子園での初勝利でしたね。だからこれはまた後で話すわ。はい、わかりました、はいはい、で、最後が広島対西武、うん、よくやったね。はい、2試合は延期ということだったんですが、うん、3戦目行われて、うん、先ほども言いました西武の源田選手がコロナの陽性ということで、うん、大幅に選手がちょっと離脱するような形で、そうそうそう、で結果は4対4の引き分け、うん、はい、まあまあよく両軍とも戦ったよ、はい、いや本当にもうよりによってこの、うん、なんていうのかな、ドイツカードのチーム、ね、両方にコロナっていう影響が出てしまいましたね。そうだね、うんうん、はい、ということで、はい、もう突発的なニュースをちょっと振り返ってみたいと思うんだけど、はい、まずちょっと明るいニュースからいこう。佐々木朗希、はい、甲子園で初勝利、うん、はい、甲子園で初勝利だよ、プロ入り初勝利だから、それが甲子園でということだから。そうですよ、あのパリーグのチームに所属していて、うん、プロ初勝利は甲子園でっていう、まあ交流戦でということだけど、はい、いや俺もさ甲子園行ってなくて、うん、甲子園に初めて足を踏み入れた時に、あ、高校の時に、高校の時に甲子園行けなくてね、はい、プロに入って初めて甲子園の土を踏んだ時に、はい、ああこれが甲子園かって、ああやっぱ大きいなって、ああ高校の時出てみたかったなっていう思いがあって、俺はね、まあ練習を始めたりとかしたんだけど、はい、やっぱり全然違うものですか、甲子園というものは。あ、やっぱ聖地っていうような感じがするよね、だから佐々木朗希もやっぱ甲子園の土は踏みたかっただろうし、はい、先発のチャンスが回ってきてね、うん、甲子園のマウンド上がった時の気持ちって本当にどうだったのかな、想像しながら、はい、今日でも見てたけど、うん、出来はそんなに良くなかった、うんうん、出来はそんなに良くなかったんだけど、はい、だけどなんか佐々木朗希をさ見る上でバックボーンが見えるんだよね、はい、後ろ、まあ、震災だとかさ、はい、うん、なんか甲子園の予選の時に登板を控えたとかさ、うん、いろんなことがこう頭の中にあって見てたんだけど、まあ、佐々木朗希はなんか甲子園のマウンドを踏みながらそういう思いを一つ一つね思い出しながら投げたのかなって思うと、なんか胸が痛むところもあったし、でも頑張れって応援する気持ちもなんか当然のように湧いてくるしね、はい、まあ、その中でやっぱ初勝利をつかんだということは、うん、やっぱ佐々木朗希ってやっぱ幸運の持ち主だよ、甲子園で勝てるということがね、はい、でましてやセ・リーグの首位を走ってる阪神に対してもう臆することなく堂々と投げたよね、はい、でまっすぐも154キロぐらいまでマックスが出てて、うん、あとはやっぱフォークボールが良かったね、うん、フォークボールが良かった、はい、であそこまで投げれたら19歳だからね、まだ、はい、今年20歳とはいえ、うん、まあよく頑張ったと思うよ、
でチームメイトもやっぱ佐々木朗希に勝たせてやりたいっていうさ、なんかそういうものが感じられるから、うん、すごく胸が熱くなった初勝利だったと思うよね、はいはい、ただ今後阪神打線が一つ佐々木朗希の攻略法みたいな他球団に対して、あ、これはヒントになったっていう打ち方があるのね、うん、それはね逆方向に全員が打っていってんの。だから欲を言えばもう少し配球を考え、各バッターのインサイドもつけるようになるといいね。うん、そしたら逆方向に打たれる、簡単に打たれるっていうことがなくなると思う。でも初勝利は嬉しいよ俺も。ああそうですよね、うん、だって一緒に記事読んでたじゃん、震災の話からさ、はい、初登板の時に、はい、ね、それを思うと嬉しかったし、うん、ヒーローインタビューでボールをどうしますかって言ったら、うんうん、両親にって言ったんだよね、はいはい、だから心の中にまだ生きてるっていうのを思うとさ、うん、お父さんですよね。そうだからすごく俺は嬉しかったし、はい、だから胸が熱くなった、はい、もう普通に聞いてると、あ、両親なんだと思うんですが、うん、ふと佐々木朗希選手はご震災でお父様を亡くされてるということもあるので、うんうん、やっぱりそこら辺にいろいろな思いがもう現れてるなっていうのはすごく感じましたよ ね、うん、ね。だから俺両親にって言った時にすごく嬉しかったし、うん、あの心の中でねまだ支えとして生きていると、はい、それは実感できたということがすごく嬉しかったし、はい、両親って言ったことが俺佐々木朗希って素晴らしいなと思ったね、うん、そう思いますよね、うん、泣かない、俺が泣いちゃうから、はい、ね、はい、で次は奥川、はい、奥川2勝目、はい、ヤクルトの奥川投手、うん、はい、立ち上がりさ1回2回で1点1点って取られたんだよね、はい、あ、このままガタガタっといくのかなと思ったら見事だったね、うん、で今日は変化球が良かったけど、はい、その変化球を使う前にやっぱ懐に突っ込んでんだよね、うん、まっすぐを、うん、で、まっすぐも良くなったし、はい、変化球がその分切れ出したというかさ、うん、だからすごいもう立派なローテーションピッチャーになってきたなっていう、うん、あとは俺立ち上がりをうまく立ち上がれば、はい、結構なピッチングを期待していいと思うよあの子で、まとまってきてるしさ、なんかすごくプロのマウンドにも、あ、慣れてきたなっていうことが感じられたことがすごく嬉しかったし、うん、心強く感じた。この立ち上がりっていうのは、うん、やっぱりこう経験だったりするものですか、それとも別にこう修正の方法があったりはするんでしょうかね。まあ、下手な人はさ、はい、ずっと下手なんだけどさ、うん、奥川ぐらいのセンスを持ってると、はい、やっぱ慣れたら、うん、何かの工夫で変われると思うんだよね、うん、でも青木のところにこう近藤が打った打球を青木が落球みたいなことしたんだよ、はい、まあ、記録はヒットになったけどさ、だけどあのあとさどうすることなくピシャッと抑えたことが、うん、素晴らしいなと思ったよね。なるほど、うん、だからどんどん成長してるというか、うん、まあ、佐々木朗希もそうだし、はい、奥川もそうだし、はい、まあ、宮城っていうのもそうだしね、はい、オリックスの、はい、だから若手がどんどん出てきてるなって、はい、髪型が最高だって言ってね、はい、江本さんが褒めてたけど、そうですね、うん、だけど本当に心強い、なんか投手たちが若手の投手たちがね、はい、出てきたなって思うよね。うん、はい、でニュース3つ目、門倉、はい、あの中日の今2軍の投手コーチをされている門倉さんですよね、うんうん、だから情報はなくて話をしてるんだけどさ、はい、俺ねインタビューもしたことあるし、はい、仕事一緒にしたこともあるしね、はい、で人となりを話すとさすごく真面目で実直で、うん、家族思いで優しい人なんだよ、はい、だからトークはさめちゃくちゃ面白いしさ、はい、明るくて、はい、でなんでこんなことになったのかっていうのがわからないんだよね、はい、まあ、近鉄を皮切りかな、でいろんな遺跡をこうして韓国まで行って、はい、高知までやって、まあ、FM を行使してみたいな、そういう人間ってね結構精神的にタフなんだけど、うん、なんかどう解釈していいか全くわからないんだよね、はい、でこんなことするのはやつじゃないもん、うん、で一緒に仕事をした時なんかはさ、はい、まあ、連絡が来て、はい、板川さん確認ですけどここでここで何時でいいんですよねっていうぐらい、まあ、真面目でさ、うん、まあ、
動物愛護のさ、ね、そこに入っていて里親見つけたりだとかさ、はい、犬のね保護してね、お世話をしたりだとか、そう、はい、でブログとかはさ、はい、家族のことをいっぱい載せてたりとか ね、うん、もうすごく仲のいいご夫婦で、また、うん、あのお子さんとも、うん、そうだよね、とても仲がいい様子がブログでも見受けられるし、うん、で俺と話してもさ、もうニコニコして寄ってきて、はい、顎くらですっていうぐらい自分で自分を律ったりだとかさ、はい、できる男でさ、なお心の広い、まあ体もでかいし心も広いやつだなと思ってて、だからちょっと信じられないんだよね、うん、でもその真面目さ実直さがさ自分を苦しめて、なんか誰にも相談できずにいたのかなと思うとすごく心が痛いし、うん、もしこの動画を見てるんだったらもう出てこいとかなんとか言わないから、あの心配してるさ家族とかにだけは安否だけは知らせてほしいなっていうさ、うん、もうそうですよね、うん、お手紙でも、うん、メッセージでも何でもいいので、うん、こうね、帰りたくない理由がもしあるとしたら、うん、で悩みがあるんだったら一番やっぱ家族だからね、家族が一番親身になってくれるし、うん、だからもしあれだったら相談してほしいなっていう、うん、この動画をこう通じて見てくれてるんだったらもうお願いだからそうしてほしいなと、うん、ね、あの家族すごく大切に思われてるからこ そ、ね、もうそこを心配させたくないとかっていう思いがあって言えなかったりすることもあるのかなと思うんですけど、うん、やっぱそれを超えた絆とか関係性があると思うので、うん、そうだね、大変な時こそって思いますけど、まあ、何があったのかがちょっとわからないので、わからないからね、何とも言いようがないんだけど、はい、無責任なことは言えないんだけどね、はい、だから出てこいとかなんとかって言わないし、うん、あのもうとにかく心配してるのは一番家族だから、うん、そこにだけはね何かの形で連絡をしてほしいなと思う。そうですね、本当、ね、無事なことだけをただただ祈るよね、はい、はい、ということで、はい、切り替えましょう。はい、ではこう心配のニュースもありましたが、はい、次の交流戦のカードを、はい、はい、見ていきたいと思います、はい、カードがまず西武対阪神、はい、ロッテ対広島、はい、日本ハム対中日、はい、楽天対 DeNA、はい、オリックス対ヤクルト、はい、ソフトバンク対巨人です。そうだね、はい、この中では気になることとかはありますか？気になるのは、はい、ソフトバンクと巨人だね、うん、でやっぱソフトバンクは巨人に強いっていう、はい、ことも言われてるし、はい、まあ実際その通りになってるしね、はい、巨人がやっぱソフトバンクに対して苦手意識を払拭できるかどうか、はい、そういう戦いになると思うんだよね、うんうん、ただ今回の交流戦っていうのが、うん、単純に順位が、まあ、まだあの一つ目のカードしか終わってませんが、うん、順位っていうのがこうセリーグがすごく上位にいて、うん、なんと両リーグのトップの阪神とソフトバンクは下位にいるんだよ ね、 そうですね、ソフトバンクに、うん、関しては2敗1分けということでちょっと出遅れています、うん、だって最初のカードで1勝もできなかったのっていうのは交流戦始まって以来初めてだっていうからね、ソフトバンクが、うん、だから今回はちょっとね突発的なこともあるしコロナもあるし、だからちょっと予想はしない、うん、ただこの交流戦に入って意外や意外セリーグが頑張ってんなっていうのがさ、すごくあの感じるし、はい、あのセが9勝パが5勝で2分けということで、はい、そこの部分でとりあえずこう豊さんの予想っていうのは変わってきましたよね。変わってきましたよ ね、 大外れだ。そうですよ、なんかセリーグ頑張れみたいな感じだったんですけど、言われなくても見ただけが、そう、まあそりゃそうだよな。出てますけど、まあ、だけど嬉しい傾向だよね、はい、うん、だからこのままセリーグは頑張ってほしいし、パリーグの巻き返しっていうのも見たいしね、はい、うん、あとはもう西武と広島がどのような感じになるかだね、直されていくのかっていうのも、うん、ちょっと気になるよな、はい、うん、だからまあいろんなところに移動すると思うけど、うん、やっぱコロナにはね本当に気をつけて頑張ってほしいと思います、はい、はい、